Thank you.
女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。今回も絵がついているな。なんだよ、また謎解きか。もうダメだ、オイラは疲れた、クラクラする。頭の使いすぎだな。とにかく今回もよろしくな。わからなかったらまたガイアに聞いてみようぜ。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。何かわかったか。お前らが拾ってきたのただの恋愛小説の切れ端じゃないだろうな。なんだ、間違って拾ってきてたのか。道理で天才なオイラでも解けないわけだ。冗談だよ。もう真面目に考えてくれよガイア。確かにこの謎は前回より難しいようだな。清き泉、清泉町のことか。清き泉の情熱、どんな時に清き泉が情熱を帯びるんだろうな。いい発想だ。例えばそう、滝とか。それなら清泉町の裏山にある滝のことだな。モンドの清き泉が情熱的な一面を見せてくれているのはあそこだけだろう。滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだ。ちょうどその位置に崖がある。見回りの時滝の下から見たことがあるんだ。最後の寂しさに震える時は神の目が操る氷元素と何か関係があると思うぜ。氷元素を扱える仲間を連れてった方がいいぞ。大したことじゃないさ。セピロス騎士団の一員として
謎の一つや二つくらい解けなきゃ犯罪者の企みを見抜くこともできないだろう。じゃあオイラたちは清泉町に行ってみるよ。せいぜい企みを頑張れよな。ん？あ、違った。犯罪者の企みを見抜くのを頑張れよな。清泉町の滝の上を探してみてくれ。氷元素が得意なやつも連れていくんだ。ん？ああ、俺のことか。